メキシコのプロレスラー、バハカリフォルニア州ティファナ出身。初代シコシスとして活躍。シコシスとは日本語で、精神の狂った男の意味を持つ。1989年、エル・サルバヘのリングネームでプロレスデビュー。レイ・ミステリオシニア及び兄のファビアの下でトレーニングを積んだ後のデビューである。主にインディ団体を転戦した。1992年、 トリプル A に覆面レスラーとして登場。メキシコの団体ではレイミステリオとの構想を繰り広げていた。1994年には初来日を果たし、ウルティモドラゴンがプロデュースしたウォー主催のスーパー、ヤックアップセカンドステージに参戦している。1995年、リカップリングウィズにレイミステリオと共に参戦。1996年、WCW に入団。 シコシスのリングネームで活動を開始。同年、ミステリオと共に、ウォーに参戦。1998年、ルオの一員として活動。1999年8月、メキシコでレイ・ミステリオシニアと対戦して敗れ、素顔をさらした。9月にはアメリカで、サンドマンと対戦して敗れ、アメリカでも素顔をさらした。以降素顔で活動。2000年、 WCW から解雇となる。2001年、全日本プロレスに参戦後、イカップリングウィズに復帰。イカップリングウィズ消滅後は、トリプル a を主戦場とした。二代目、シコシスがいたため、二丁、エルミジョナロのリングネームで活動。2004年、ティエネに参戦し、2005年より WWE と契約を交わし入団。 スマックダウンにてメキシクールズの一員となったが2006年11月1日に解雇された。WWE 解雇後 CMLL に登場もすぐに退団。2007年2月5日に AA、a、に登場。出場停止中だったラパルカのマスクをかぶって乱入、大親友コナンのあだを取るためシベルネティコに宣戦復刻をした。二千十二年五月プル a にて リングネームの権利を獲得して、シコシスへと戻す。2014年には、インディ団体に出場する際には、二丁のリングネームを使用している。ありがとうございます。